ちは、今回はですね、このネクサス IS500、この IS の皮をかぶった狼を借りまして、渋谷線を走って、それから山手トンネルを使った、こんな反時計回りの一周を走っていこうと思います。ちょっと長めのルートになりますが、この IS500 という、かなりハイパワーなモデル、2URGSE を搭載したこのハイパワーモデルエンジン、さあどんな走りをしてくれるか、さあお披露目していきましょうか。それじゃあ走ってまいりましょう。レッツゴー。よろしく。問題もあるからな。走ってしまえばね、まあ楽には進められる。6時3分ぐらいか。もうちょっと早いと浜崎バスジャンクションももうちょっと詰まってないかなと。うん、そんな感じ。
り車線をちょっとキープしないといけないのはあれなんだよね。渋谷線を走りたいからなんだ。でもなんだっけな、道路の掲示板には電光掲示板には渋谷から三茶までが渋滞してる。 Google マップで確認した上では大橋ジャンクションのところまでがなんか渋滞してるっていうふうに表示はされているけど、まあどうなんかねって。さあ走れ走れ。 IS の顔をかぶった赤身ジャンクションな。
前にトンネルあるんですね。去年だったの。奥多摩シルバーライン。あれ走った時はもう凄まじかった。奥多摩シルバーラインは凄まじかった。あれに比べりゃはるかに広い。
橋を渡ってまた芝浦パーキングエリアに戻ります。
やってんだろう。あっちで。Yeah.
うもありがとうね。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならばチャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録、みんな待ってますよ。